疲れ様です。お疲れ疲れ。何？え？何？陶芸陶芸。陶芸？陶芸やってんの。え？どういうこと？何作ってるの？え？花瓶？花瓶花瓶今ちょうどさ。あ、花瓶？家にやっぱさ、はい、花ちょっとやりたかったから花刺してさ生けときたかったからそれ今作ってんだ。あ、作ってんだ。そうそう。え、一緒。いいっすね。一緒。いいのか分かんないけどいい、ね、ちょっとこのやっぱ細くして、はいはい、あ、いいでしょこれ、うん、こういう感じで、で、うん、ここもさ、はいはいはい、やっぱ細くした方がやっぱ女性らしい感じで、うん、あ、これにしよう。おこれもう焼くから、そうそう、ね、焼くから、はい、え、本当に映りますか。あ、どういうこと。焼いてる焼いてる。で、うん、いや完成でいいでしょこれ、うん、今日完成。うん、どういうこと。お、はい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 、そういうことか。そうそうそう。どうこれ、オークション出しましょう。そう、うん、出す。いや、これ結構いくらいくと思う。これこれ、うん、君だったらいくらで買う。だってナウシカオサ王の作だよ。確かに。それでプレミアついて、そうそう、で花瓶でも使えるし、うん、まあ、取ってあるんでなんかどっか、ね、なんか青鬼のね、そうそうそう、ひび割れた扉とか壊せそうだし。本当だったら自分これ売らずに保管しときたいもん、うん、もう、あ、自分用で使う。そうそうそう、もう、はい、次の人類のためにさ、はい、もう美術館とかで行くレベルだと思ってる。はい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 、はい、うん、俺の率直な感想言っていいですか。うん、いいよ。結構たまに60代から70代ぐらいのお姉さんからおばちゃんにかけたぐらいの年齢かなの方が、錦糸町のね、うん、錦糸公園のフリーマーケット、あ、いいじゃんいいじゃん、でよくあの店頭にね、うん、置いてあります。なんで大体そういうのって、うん、まあ、1,000円ぐらいで貼ってあるんですけど、うん、行ってこれもうちょっと安くなりませんかねって言って、うん、50円まで落とせる。50円まで落とせると思う。いい、じゃあ行こうか。じゃあ50円ってこと。いいとこ行ってますよ多分。ちっちゃ、え、ごめん、もうほら落札額が2倍になります。どうでした。1,300円。ほら、安っ、安っ。50円がでも10倍以上出たよこれ。だから店頭で何でとか1,000円なんだって。その時は1,000円。これはまあ売るよ。いや、これは売る、うん、満足。本当に今ので時給取れる。君ちょっと作ってみる。あ、作れんの、うん、え、じゃあ作りますよ。今より高くすればいいんですよね。そう、あ、そういう勝負しよう、うん、でなんか上にね、はいはい、あ、伸ばしていったり、うん、伸ばし、そう、横をねグーッと押してたりするとなんかなる。結構これ難しいよ。本当の陶芸と一緒ですからこれ。本当に気抜いたらってなるよこれ。なるほどね。ゆっくりこういうの君得意なの。だって得意っすね。だって自分でね、前言ってなかったっけ、自分で作る料理の皿は全部自分で作る。言ってないね。あれ言ってなかったっけ。最近だったらほら、あ、じゃ、生ハム用のやつ作る。生ハム用のマジですか。ちょっとね、だから花もいけれて、うん、生麩もちょっと食べれるみたいなさ、ね、あ、いいじゃん、いいじゃんこれ。これいいよね。これなんとかいいよね。これいい、これいいかも。生麩これいい。オッケー。これ高くなるぞ。オッケーオッケー。これちっちゃい。これいいぞ。ちっちゃいな。あ、あ、いいじゃん。でもいいですね。お、出しますか、うん、あ、待って、これ、うん、予想する。あ、オッケーっす。いや、これ高いよ。これいいと思うよ。うん、これ多分だいぶいい。12,000円。12,000円。マジで。12,000円。いや、自分だとこれいくら。マジ？いくらと思う。自分でね作るんだ。もう本当素直な率直な感想言っていいですか。いい。俺さっきより安いとは思う。マジ？絶対。いや、10,000。なんか俺ら生ハムだから別行ハムだもんこんなの。いきます。はい。はい、意外とでもね良さ分かる人いると思う。面白いな。うん。お、ほら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 。ほらほら。安っす。これさ、マジで。しかも今思ったこと言っていいですか、うん、そこないんだね。生ハム置くもクソもなかったね。確かに。マジ？え、ちょっとこれさ、1万超えたくないですか？確かに超えたい。うん、だってさ、これ、動画見たところ2200円だから、ね、2倍なんだ。確かにね。え、何？結構、じゃあ待って、あ、でももう今2400円稼いだってこと。センスいるよ、うん、あ、ちゃんと自分のほら出てきてる、はいはいはい、あ、ほんとだ、え、ほんとだ、すごい、すごい。
待って、でもいいな、確かに低いやつかっこよかったな。低いのにしよう。で次は俺高いの作りますわ。逆にどうやって膨らげたの、膨らげたっていうか、あの、外にやればいいんだ。ゆっくりワイドにやっていくとどんどん広がってきますね。でも多分限界ある。これ意外に、いや、ある、行く行く、意外に本当な、こんなんでしょう。すごくない？そう、再現度、いや、さあ自分も先生って呼ばれてたからさ昔。これ違う先生じゃないのそれ。どうしたの、なんか。ええやん、これ生ハムいけるじょ、いけるじょ。これいいじょ、いいじょ。これいいよ、これ生ハム。いけるじょ、いけるじょ。これこれやばいね、これ。え、終わり、終わり。でも高くすぎると、うん、箸とか入れづらいじゃん。あ、確かに。まあ器だからね、色の色とかの勝負じゃないから、うん、白くなった。これ何、これいくら。さっきなんかの1万円は高かったから、なんかの工事現場に落ちてる部品みたいな。これ1万円は高かったからな。陶芸とは思えねえな、これ。何に使うんですか、あれっすか、あのコンセントにホコリが来ないようにするカバー。1500円。あ、いい線いってる。なんかちょっとリアルに、なんかそのバザーとかで、うん、ちゃんとその買ってくれそうなさ、うん、値段設定、はい、買いやすいでしょ、それやったら。いくら？1800。お、あざす、嬉しいね、はい、俺のと変わんないじゃん。意外にこれ楽しいんだよね、これ。これ絶対俺のと変わんないって。もう一度買え。マジ？何がダメ？何がダメだった？これ2倍にしてもそんなこと、何がダメだった？あ、でもちょっとやっぱあれですよね、お皿ってよりパーツ感がちょっと否めなかったっす。下品だった。で、ここでちょっと見ててください、絶対パーツ感やばいっすよ、うん、確かに。俺のちょっとお皿感あるじゃないですか。確かに。一回ちょっとマイページ見てみようか、うん、何なんだろうね。お、あ、てかお金、うん、え、うん、買えるの？ショッピング、それであれかな、色とか買うんじゃない？確かに、ちょっと買い物に行こう。え、ショップ東京行こう。確かに東京。うん、20万。ちょっとお金貯めましょう、お金貯めましょう。星2とかだったらいけんじゃない。お、あ、お店いけるじゃん、いける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 いけ、じゃあちょっと、いや、そう、色が大事だから、ちょっと先にショップ行こうもん。あ、四国でね、うん、うん、僕も行った。あ、あ、いらっしゃいませ、うん、あ、いっぱいある、色買っとこう。で、消しゴムのところも多分こういうのじゃないか、ね、あ、そうだそうだ、え、いいんですか、ここから色作っていいんですか、いいよ、はい、あ、じゃあこれ、あ、そうなんだね、はい、じゃあ再生しよう、見ようか。あ、お、あの有名な国民的カードゲーム、バンティーちゃんの大変。これいいっすか、これ絶対いいやつくれるよ、高くなるでしょ、絶対なるよ。で今のところ5500円、うん、大きいやつが、うん、あの一番高かったんですよ。確かに、いや、うん、そうだよ、その大きいのはやっぱりさ、うん、大きいのを買うってことは大きいスペースに住んでる人は買うわけだから、うん、あ、ってことはよりね、お金持ってる人はこれ買ってるわけだから、お金持ってる人なんかやっぱさ、うん、お金持ってる人、いい、置いてるだけで、あ、いいじゃん、すごいでしょ。え、君意外にセンスあるんじゃない、うん、ここから陶芸家しろ。とはとは、やばい、いいよ、これはもうちょっと補足したい、陶芸家しろ。これはもうちょっと補足したい、陶芸家は意外に面白い、これやばいな、これ陶芸家は意外に面白いぞ、この形、この形俺気に入った、これもう焼いた方がいいんだ、これ焼きますね、変なことするようにこれ焼き肉焼きますね、これ完全に、これいいの焼けるよ、こっから色つけるのかな、なんかそう、絶対多分塗料が、うん、あ、いいじゃない、でどんな風になるの、あ、こやべえ、これこだわり、これ来てる、これ来てるぞ、グラデーション、あ、いいじゃんいいじゃん、あ、いいじゃん、このちょっとさ女性フォー、やっぱツボってね、その女性の形容として出せることもあるから、うん、ちょっとその品のあるけどね、
この元気、このやっぱオレンジとか赤で、うん、はつらつな女性を思わせるフォルム、うん、えこれいいよ俺これでね、ボン、もうボンキュッボンみたいな感じだもん。ちょっと、あ、いいね、これ高い。ちょっとじゃあ完成させて。今んとこ自信あり。マジ今んとこ自信あります。あ、いいじゃん。怖っ。これ多分5,000円。怖っ。5,000円。これ5,000円いくら何に使うのこれ。え、これなんか、これもうオブジェ、うん、置物。あ、オブジェ、置物の、置物としてだったらいい、ね、めっちゃ壊れやすそうだね速攻で倒れそう。あ、でもこれいくら。あ、でも結構自信あるんで。いや、そうです。やっぱ色ついてるって、これ陶芸家シロが作ったんだもん、ね、だいぶ色ついてるの大きいと思うんですよ俺大きくれます。12,000円。でも確かにな、うん、さっきのだって 無色だったじゃないですか、うん、純5,000。5,000。じゃあ俺1万。でも5,000が確かにあれかもしれない、うん、下かの下の値段いきます。12,000ぐらいいくよ。さっきより人多いもんだって。俺さっきより絶対人多いよ今。ほらほら、この辺だって余裕だもん嘘だよ、見る目な、見る目ないってこれマジで。やばい、色じゃなかったんだ。マジでマジでこれ、ね、俺結構努力したぞ今。じゃあちょっとラスト順、はい、ちょっとね、行きましょう。じゃあもう神ゲー、現代美術、現代美術するから。あー、でも那須、うん、さん本気出したらやばそう。そう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 、え、ガチでなんかそうそうそう、もうちょっと岡本太郎もびっくりね作るから、うん、え、ガチ、え、いいでしょこれも。めっちゃ良さそう。これで抹茶飲んだら絶対美味しいやつでしょ、うん、これ、うん、うわ、これあるよね、これ、こういうのあるよね。難しい、これね、折れちゃうから、うん、うまくね、これうまい。あー、ちょっとあれだ、いや、でもこれでもうちょっとあそこ飲み口のとこちょっと飲みやすくしよう、うん、あー、違うんだよなこれ本当にやばい、うん、何このゲーム。ゲームが夏子さんの技術についてくる。あー、うん、ちょっとね、本当だったらもうね、うめえ、できてんだよこれ。タラになってきてる、タラになってきてる。大丈夫、これじゃない、これだと思う。これ結構いいよ、うん、色つけれなくね。そこだからね、うん、繊細な作業これ待ってるから難しい。あ、難しいですね。そう、だからこれね、あ、こういうね、感触系でこう、あ、で、そういうのね、そういうの好まれるから、うん、だから何個かタッチすると、うん、どんどん濃くなっていく感じ。あ、そうなんだ、うん、同じ色またこれつけれない。あ、つけれるよね。いや、もうあー、ちょっと濃すぎたな濃すぎたな病気みたいになってます、大丈夫ですか。消しゴム、あ、何をしたんですか。消しゴム全部消えたあ、そのためだったんだこれ。そうそうそう、やばい。あ、これ一回、あー、これでも青いいですよ、はいはい、いや、いいよこれ。こういうのね、うん、ご婦人方に好まれるから、うん、あ、狙いの層はじゃあそこなんですね。オークション結構なんか男っぽい人多かったんで。あれ、あれね、うん、桜だから。ああ、桜ですね。手前にいる方は。その色好き。あ、これでしょ。あ、ちょっと真ん中でもあれしたいんだよな。真ん中まだ若干。真ん中に色つけるのが難しい。でも、いっか、若干下は ね。うん、これ。うん。いける、これ。これ。5,000円やめといた方がいいっすよ、マジで。ちょっとじゃあ、いくら3,200円で、これでもいくと思う。うん、割といくと思う。これ割と真面目にいくと思う。で、今のところ一番まともっすもんね。まとも、はい、ほら、値の上がり方がえぐい俺のより安いいや、俺のより安い。え、じゃ今日さ、一番高かったの一番最初のやつでしょ何も成長しないじゃん、俺ら。はい、一番安かったのが500円、まあ、さんの。確かに、なんだったっけそれ。確かにあれで見たいね、うん、いや、やばいっすね。これが1500円だったんですよ、うん、確かに。これが500円。あ、見れないか。見れないのかな。保存層が全部売っちゃったの全部売っちゃったのか1500円、うん、1200円とかでだったのと、うん、これが500円だったの。あ、なってるこれが500円だったね。あ、いいじゃない、これ。君のやついいよ、これいい、ね、
なんであんな安いんだ。あ、で俺のも最後のいいじゃん。いいよいいよ、普通に2人とも良かったっすけど、うん、多分他のなんか陶芸会社に潰されたんでしょうね、多分オークションでね。確かに確かに、うん、うん、いやこれじゃあまだね、うん、まだまだっすね、幻影旅団盗みに来ない、うん、これじゃあまだ旅団が盗みに来ない、これはねまだなあれでしょう、まだね、うん、まだ幻影旅団盗みに来ない、盗みに来ない、ね、でこの1個上が幻影旅団ぐらいですよ ね、 そうね、まあ、いわゆる陶芸家の方たちの中で幻影旅団レベルって言われる、そうそうそう、その上が1個あって、まあ、ルパンレベルとか、ね、うん、そう、はい、はい、まあ、でちょっと待ってこれね、これまず統一があるためにじわるな、急にね、なんかね、うちのゲームズのね、うん、ゲームを探すで、うん、あってさ、あ、これは面白かった、これやろうって思ったら、え、これ面白いね、これ面白かった、意外と面白くないっすか、ね、ちょっと、うん、やろっかな、うん、え、じゃあガチるんすか、ガチる、じゃあもう一回撮りましょうよ、確かに、上手くなった時、あ、で、ちょっとじゃあ、工房でかくしよう、ナウシロ工房、うん、ナウシロ工房でかくしとく、自分ちょっと、あ、じゃあ俺やんなくていいんすか、うん、それでじゃあ君はもう陶芸家としてのさ腕磨いておいてくれれば、自分ちょっとその設備投資しとくから、うん、設備投資設備投資ちょっと資金もね貯めて、開店準備お願いします、うん、しとくから、どういうのが高く売れるかとかね、あ、確かにその、うん、マーケティングもしないとこれいけないから、だからオークションに来る人たちのね、そうそうそう、ニーズつかんとかないと、これ面白いぞ、これ結構面白かったねちょっとやっちゃったね、これ最初 1,2、うん、回で終わるかなと思ったけど、いや確かに、これ面白いよ、いいゲーム見つけてきました、ぜひね、だからこれ、ね、概要欄にね、うん、あるのうちの記事のあれ貼っとくから、あ、記事、そこからぜひねダウンロードしていただいて、はい、よろしくお願いします、うん、なんかツイッターでね、超面白かった、こういうの作れました、これがこの値段で落札されましたとかね、これリプしたらね、自分ちょっとじゃ ちゃんと返すわ、ちゃんと返す、ちゃんと返したら返してるけど、タイミングあったらね、うん、ちょっと返して、言いますわ、確かにね、こここうした方がいいよとかね、ナウシカ陶芸家と勝負したい、そう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 、はい、これ面白かったな、これなんかライブでやりたい、はい、今のうち言っとくと俺の上限はこれです俺の上限これだからこれじゃ良くならないと思ってください、はい、まあ、ということでね、はい、まあ珍しく単品というかなんかね、面白かった、普通に面白かった、まあ、またやるかもしれないけど、うん、なんかよく分かんないゲームでした、はいはいはい、でした、はい、はい、いやでもまあたまにはね、そのなんか、うん、なんていうゲームなんだろうね、ジャンルになるんだろうね、そのなんか結構、うん、さあ、うん、なんかね、シミュレーションゲームだと思うけど、うん、なんかちょっと意表をついたというか、うん、うまくこのね、うん、なんだろう、 iPhone のこのタップのやつ、その指、うん、だってさ、陶芸は指で、ま、指とかね、まあ、平だね、俺やったことあるんですよ、本当に、あ、マジ、ガチでやったことある、言ってよそれ、うちの母親がかなりね陶芸自分でやったりする、あ、そうなんだ、趣味があったりしてて、多趣味なんだ、じゃあやっぱセンスあったんだ、うん、そこの、いや1500円だけどね1500円のセンスだけどね、だからなんかそのや、うん、うん、実感を伴うね、うん、これゲームだったから、でもほんとシビアだったよね、しかも動かすと、そうってかね、シャッてなる、そうそう、でもう小さいのになればなるほど、もうその選択範囲がもう、うん、これ有効範囲が多分ね、うん、小さくなってるから、うん、大きいものが多分作りやすいんだろうけどね、はいはい、でやっぱ小さい方がこういうのなんかよく見えるね、見えるね、なんか、うん、まあもこういうのね、これ自己紹介だもんねこれやばいね、大小じゃないんだけど、大小じゃないね、パーツ2個転がってるしはい、まあね、いやこれね、うん、本当に面白かった、面白かったね、だからナウシカさんがここまで面白いって言ってやるの珍しい、珍しい、超やるのは、うん、なんでね、しかも今回別に提供でも何でもないから、うん、そう、提供でもないから何でもないやつなんで、そうそうそう、何でもないやつなんだけど、ちょっと面白かったっつって、はい、これちょっといいわ、うん、なんでね、まあやってみてください、やってみてください、はい、これちょっと一時このツイッターでシェアしよう、うん、できて、うん、はい、ということでね、はい、ツイッターのやってますね、ぜひ、はい、よろしくお願いします、あと、その工芸やってる人はぜひフォロー、はい、工芸ね、やってる人はフォローしてもらって、はい、はい、じゃあ今回もゲームズ RPG スタイル、はい、ここからお送りしました、ナウシカの王でした、チューでした、ごちそうさまでした、ありがとうございました。